上がったばっかりだ。これやっぱり工事なんか。マルちゃんと藤田さん。ここら辺だとパラグライダー飛べるところがないですね。ないんですか。もうスクールやってるとこはもう三日日か、はい、渥美半島の あの龍ヶ山パラグライダーパークが栄えるっていう。はい。今日パラグライダー撮影しに行ってきました。まあ自由な空を飛ぶ
そういう気持ちよさはありそう。それ以上にこの難しいところはあるなと思いましたね。あのテイクオフ離陸するとき、まあ、ほとんどの人を、まあ、何度か失敗してましたね。スカイスポーツ、マリンスポーツと同じでいろいろ覚えること、安全への配慮重要ですね。まあ人を非常に人を選ぶのかな、そう思いましたね。まあいいものを撮影できてよかったな、今日はそう思いました。